なっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？ふなぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますね。はい、今日はふなぴー島パトに行ってまいりました。今回はふなぴーの大好きな、こだわりの詰まったぽっちゃりアラサーひなさんの新商品を購入してまいりました。はい、こちらですね、アクセ付きプルオーバーでございます。大きいサイズのコーナーのブルーのタグのひなさんが目印でございますよ。商品情報はこちらでね、サイズ展開は店舗では LL と 3L、 オンラインでは LL から 6L までございます。ふなぴーは LL でございますね。 LL は激戦でございました。本当にカラーバリエーションはベージュにこちらのオフホワイト。はい、こちらね、ひなさんのこだわりポイントタグ付きでございます。なのでふなぴーが突っ込んだり突っ込まなかったりしてやっていきたいと思います。まずはグッドワン、伸縮性のある生地でストレスフリーな着心地。そうなんです、素材がポリエステル 93%、 ポリウレタン 7% なんでございますよ。前回のデザインが同じストライプと比べてみたら全然違っておりました。そしてグッドツー、フロントのタックデザインが縦のラインですっきり見え。そしてグッド3、胸元のパーツでお顔周りが華やかに。こちらね、こんな風に取り外しができるので普段使いにも着用できますね。そしてグッド4、裾は広がりすぎないほんのりフレアでお腹周りカバー。これは着用してみなくちゃですね。そしてふなぴーから付け足し、身ごろにはなんと裏地付きで下着が見えないようになっております。こういうところもね、嬉しいポイントでございますね。着用した時の感じも入れつつコーディネートしてみたいと思います。とその前にふなぴーインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちら、アクセ付きプルオーバーでコーディネートしてみたいと思います。ボトムスはひなさんのサイドプリーツスカートとベージュのパンプスと黒いバッグでモノマネコーデにしてみました。はい、こんな感じでね、ブラックと合わせるといろんなシーンに使えますね。ブラックのジャケットを着用すれば、はい、こんな感じでね、オフィスコーデにもなるし、入学式、そして葬式の冠婚葬祭からデイリーにも使えるわけでございますね。はい、今ねブランジングをしているのでアウトにしてみますね。はい、アウトにしたらこんな感じ。ネックラインはクルーネックにパーツ付きアクセサリーですっきり見えつつおしゃれに見えます。見た目はきれいめなのにストレッチ性がもう半端ないんでございます。はい、これが一番やりたかったやつね。はい、おもうね、軽い着心地で気軽に着用できる T シャツのようでございますよ。もうね、ヘビロテは間違いないでしょう。ふなぴーね、今あえてインナーは黒のキャミソールを着用していますが、本当にね、透け感があまり気になりませんね。っていうか、わからないですね。ストレッチ性のある裏地があるのが嬉しゅうございます。は
はい、裏地もこんな感じ。胸元にタックがあるので胸がきつくなったりピッチピチになったりすることを回避してくれます。しかも立体的になるのでフナピーのぽっこりお腹もしっかりカバーしてくれます。ぴったりだとね、こんな感じにね、お腹が目立ちます。かなり目立ちますね。肩幅はジャストな位置で、肩周りがぽっこりしがちなフナピーの腕もすっきり見えます。長袖でゆとりがあるから二の腕も気になりませんね。実は太いんですけどね。袖口はストレッチ性があるのでゴムが入っていなくても、はい、この通り腕まくりもできちゃいます。落ちませんね、大丈夫。丈はちょうどウエスト周り、隠れる丈となっております。こんな感じでね、アウトでもインでも様になります。生地がストンと落ち感のある生地なのでよりすっきり見えますね。はい、次行ってみましょう。タルバーユミのチェック柄キャミソールワンピースに、靴はビアフルプチャヤさんのチェーンパンプスで、バッグもビアフルプチャヤさんのボストンバッグを持って、色味を合わせた淡色フェミニンコーデにしてみました。はい、次行ってみましょう。ボトムスはピスタチオグリーンのセミフレアパンツに合わせて、これからの季節ぴったりな春コーデにしてみました。差し色にマスタードカラーのテラさんのスクエアバッグで合わせてみました。はい、次行ってみましょう。メタルパーツを外してブランジングをしてデニムのコーデにしてみました。ムムさんのパイソン柄スクエアバッグをスパイスにした大人カジュアルコーデにしてみましたよ。はいはい、それからね、春には気になる汗じみでございますね。汗じみはどうでしょう。ちょっとやってみたいと思います。はい、こんな感じでね、あんまり目立たないですね。これからの季節はね、汗も気になりますからね。うん、はい、これでフナピーのシバパトアンドコーデデート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。